第1回巨大かき氷作ってみた。というわけで今日は、まあ、この辺にね巨大かき氷を作ろうと思うんですけれども、なんとこの時間が、まあ、幼稚園児で、まず最初の作業なんですけど、まあ、あのスコップがあの刺さってるあたりにあのお皿、器を作っていくので、まずはそこを踏み固めて、まあ、形を丸い感じにしていきます。目回った。これ器なんでちょっと段差にするので、もう大量の雪をあそこに持って平たく固めていきます。今これすごいスコップでやってて分かったのが、これ見てください、この氷かなり質がいいんですよ。このかき氷みたいにすでにもう書いてある氷みたいな感じなんで、まあ、これを盛れば終わりなんですよね。うん、かき氷になってる。やっていきます。なんか器っぽくねえな。はい、なんか器っぽくないということで、その真ん中の部分、ここをくぼませてお皿みたいにしていきたいと思います。かなり器っぽくはなってきたんですけど、なんかチャッチーな。まあいっか。はい、というわけで、まあ、結構丸みは帯びてきたんですけど、高さがねちょっと足りないんですよ。まあ、ただ大きさはかなりありまして、まあ分かりやすく言うとマットヘルスのマットぐらいの大きさはあるので、かなり大きいですね。これをもうちょっと器っぽくしたら、上に雪を乗せてでかいかき氷作っていこうと思います。形が汚い。ただね、かなりあの完成のビジョンっていうのが見えてきたんですよ、頭の中で。あとはあの暑いっすね、ひたすらもう無理、暑いっすよ。もう気温0度なんで、結構冬にしては暑い方ですよね。よいしょ。とりあえずひたすらあそこの山積み上げて、で器をあの後から形取る感じにすればかき氷っぽくなるのかなと思いました。なのであのさっきまでの作業は全部無駄でした。では次の、いらっしゃいませよ。完成しました。これ高さなんですけど、だいたい僕の身長がこれ177センチで、ちょっとね遠近法で見づらいんですけど、これ1メーター3、40はあると思うんですよ。でかいでしょう。でかいですよね。140ぐらいのかき氷なんで、でここからまああれこれだけだとかき氷として食う人いないんで、シロップの方を上にかけていきます。はい、ちょっとシロップを用意しようとしたんですけど、あのスーパー行ったらやっぱこの時期なんで置いてなくて、
いちごシロップ好きなんですけど、ちょっとなかったので今回代わりにこちら水彩絵の具ですね。こちら多分環境にもいいので、こちらで代用品作っていきたいと思います。ぐにゅぐにゅって、カビ生えてる下、まあいいや、はい、混ぜていきます。よいしょ、混ぜるのはこいつだ。仕方ないですね。あ、でもかなりいちごシロップと言われればいちごシロップな気はしてきましたね。あららら、こぼしちゃった。ただこのこぼしちゃったとこの雪がこのちょっといちごっぽいんですよ、かき氷の。というわけでこれぶっかけていきたいと思います。いきます。レッツいちごシロップ。よいしょ。どっからどう見てもいちごシロップでしょ、これ。できました、いちごかき氷。やばいな、これは感動しますね。じゃあちょっと軽くね、サムネ用の写真撮影とかして食べていきたいと思います。いやー、しまった、スーパーに帽子置いてきちゃった。スーパーに置いてきた上にシロップ買えなかったしね。まあいいや、食べていきます。いや、かつてこんなにでかいかき氷食った人います？いないですよね、一人で。めちゃめちゃ楽しみです。このいちごシロップのとこを大きく削って、これですよ、これ。これだけでもう普通のかき氷の何倍とかですもんね。では早速、溶けないうちにいただきます。